呪術廻戦ファントムパレード。呪力、呪いとは感情から生まれる。そして感情には抱いたものの記憶が宿る。それがここを支配する最も重要な原則。これからあなたが体験するのは、いつかどこかの誰かの記憶。戦いましょう、この星のために。マヒト、私は今戦いを楽しんでいます。大丈夫かブラザー。もう満タイ、行くか。俺を楽しませろ。ラッハッフッ。よし、退屈させるなよ。まとめてかかってこい。終わりだ。そこです。そろそろ仕留めきれねえ。だが頭を潰せばゲームセットだ。さあ勝利を始めようか。いける。いつでもいけるぞ。はあ、くっ、はあ、ただ無論だ。世界は今両面宿儺の受肉を発端とした動乱の中にあります。ゆえにこの場所にも宿儺の器にまつわる記憶が多く集まる。そしてあまたの記憶が混ざり合うことで存在しないはずだった記憶が生まれる。急いでください、イタドリ君。任務に遅れたら先生に怒られますよ。福岡のやつは几帳面だな。約束の時間までまだ余裕あるのに。こいつらしつこいわね。数が多すぎるわよ。まるで後ろ小っ端が、わしも甘く見られたものだな。伏黒君、我々の役割はあくまで時間稼ぎですが、相手は特急。最初から全力で行きましょう。分かっていますよ。不健康。僕が吹き飛ばして全て解決だったらよかったんだけどね。今回はそういうわけにもいかない。そこで君の出番ってわけ。手順書に選ばれたことは幸か不幸か、この目でしっかり観察させてもらうとするよ。ここは幻影の呪霊の聖徳領域。あまたの記憶が集積される場所。まずは宿儺の器にまつわる記憶を収集するといいでしょう。そうすればいつかあなたがここへ来た理由も見えてくる。記憶は時に物語であり、あなたに牙を剥く敵でもある。記憶の収集は容易ではないでしょう。ですが恐れる必要はありません。あなたには戦うための力が与えられている。あなたが呼びかければ彼らは答えてくれる。
呪力から記憶を読み取り再現することで術師や呪霊の幻を刺激する術式、名をファントムパレード。後悔はしたくない。少しでも多くの善人が平等を享受できるように。かけられるわ。私が私であるためだもの。決まってこうぜ。おはよう。今の君はどっちなのかな。ほんと、確か五条悟、呪術高専で1年を担当してる。呪術伏黒。そうだ、先輩たちは拘束してるから無理に動かない方がいい。それにね、人の心配してる場合じゃないよ。虎杖悠仁、君の秘匿死刑が決定した。ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジでウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。そんなところに特級呪物入れるとか、ほんと上もバカだよね。でもまあ、それ取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。ユージ、最後に言っておくことがある。お前の両親のことだが。興味ねえし。お前の両親のことだが。だから興味ねえって。じいちゃんさ、死ぬ前にカッコつけようとすんのやめてくんない。男はな、カッコつけて死にてんだよ。空気読めクソマコが。つうか部活はどうしたよ。こんな消毒くせえところでサボってんじゃねえ。うるせえな。オカルト研究会は5時前に終わんの。俺だって暇じゃなきゃいちいち見舞いなんて来ねえよ。ゆとりがよ。ユージ。うん。お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。救えるやつは救っとけ。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。とにかく一人でも多く助けてやれ。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。じいちゃん？
です。どうされました？イタドリさん？じいちゃん死にました。イタドリユージだな。誰？夢中なんすけど。呪術高専の伏黒だ。悪いがあまり時間がない。お前が持ってる呪物はとても危険なものだ。今すぐこっちに渡せ。呪物？この箱だ。持ってるだろ。ああ、はいはい、拾ったわ。俺は別にいいけどさ、おかけんの先輩らが気に入ってんだよね。危険ってどういうことよ？日本国内の怪死者、行方不明者は年平均1万人を超える。そのほとんどが人間から流れ出た負の感情、呪いによる被害だ。呪い？お前が信じるかどうかはどうでもいい。それが事実だ。続けるぞ。特に学校や病院には膨大な怨念がたまりやすい。辛酸、後悔、恥辱、人間の負の感情が呪いの源になる。だから多くの学校などに魔除けとしての呪物を置いた。お前が持っているのもそれだ。より邪悪な呪物を置くことで他の呪いを寄せつけない激毒。魔除けとは名ばかりの悪臭だ。年月とともに封印が緩み、今や呪いを招き超えさせる餌に転じた。お前が持っているのは特級に分類される危険なものだ。人死にが出ないうちに渡せ。いやだから俺は別にいいんだけどさ、中身持ってねえよ。俺が持ってるのは箱だけ。俺空っぽだろ。空？俺が追ってきたのは箱にこびりついた磁力の残影。中身はどこだ？だからおかけんの先輩が持ってるって。確か今晩学校であれのお札剥がすって。もしかしてヤバい？ヤバいなんてもんじゃない。そいつ死ぬぞ。お札ってそんな簡単に取れんの？呪力のない人間にはまず無理だ。普通はな。今回のは中のものが強すぎる。封印も年代もの、紙切れ同然だ。でもな、呪いなんていまいちピンとこねえや。呪いなんて。でもなんだ、学校から来るこのプレッシャーは。お前はここにいろ。待てよ、俺も行く。やばいんだろ。二月かそこらの付き合いだけど友達なんだ。ほっとけねえよ。ここにいろ。邪魔だ。油断するなよ。よし。やるか。相手してやる。へっ、どけ。よし、次行こうぜ。行くか。やるか。行くわよ。どけ。へっ。終わった終わった。もっと強くなってもらわないとね。
もう負けない。まだまだ強くなって。クナは全部食ってやる。大丈夫、僕最強だから。まずは私らから一本取れ。お名前を。よかった、当たって。まずは私らから一本。俺の術式はサポート向きの結界術。
つの間よ。極戦俺の術式はさ、これを使うのは胸くそ悪いけどな。極戦私は役立てるね。たまには連携も意識しないとね。もっと強くなってもらわないとね。ほうほう。もっと強くなってさ。もっと強くなってもらわないとね。スクナは全部食ってやる。こいつをこなせば呪術のイロハもなんとなくつかめるんじゃないかな。あとは知らん。遅れんじゃねえぞ。あいつに言われた通り待つだけなのか。俺は何にビビってる。そうだな、死の気配がここまで来る。死ぬのは怖い。じいちゃんも死ぬのは怖かったかな。そんな感じは全然しなかったな。俺も泣いたけど怖かったからじゃない。少し寂しかったんだ。じいちゃんの死と今目の前の死、何が違う。お前は強いから人を助けろ。呪いの数が増えてきたな。見つけた、あの二人が虎杖の言っていた先輩か。あの呪霊、二人ごと呪物を取り込むつもりか。くそ、間に合わねえ。短気で頑固者、見舞いなんて俺以外来やしねえ。俺みたいになるなって。確かにな。でもさ、じいちゃんは正しく死ねたと思うよ。けどこっちは間違った死だ。うわあ！虎杖、窓から飛び込んでくれって。ここへ4階だぞ。どんな身体能力してんだ。先輩を離せ。やれ、玉剣。なんで来たと言いたいところだが、よくやった。なんで偉そうなの？ちなみにあちらのワンちゃんは？俺の式神だ。見えてんだな。呪いってのは普通見えねえんだよ。死に際とかこういう特殊な場所では別だがな。あー、確かに俺今まで幽霊とか見たことないしな。お前怖くないんだな。いや、まあ怖かったんだけどさ。知ってた、
人ってマジで死ぬんだよ。だったらせめて自分が知ってる人くらいは正しく死んでほしいって思うんだ。まあ自分でもよくわからん。先輩たちは気絶してるだけみたいだな。で、佐々木先輩の持ってるこれがさっき言ってた。ああ、特級呪物、両面宿儺の指だ。もろとも食われなかったのは奇跡だな。食ってどうすんだ？うまいのか？バカ言うな。より強い呪力を得るためだ。危ないからさっさと渡せ。はいはい。まだいたるか、玉剣。シグロ、いいから、お前は先輩連れて逃げろ。はいはい、それじゃあ授業の時間だよ。手加減はしてあげるよ。よし、やるか。行くぞ。これで様子見だね。はっ、せーの。ほら、次行くぞ。手加減はしてあげるよ。行くか。やるか。やるか。そう焦るなよ。せーの。どけ。まあまあやりそうだな。やっちゃっていいの？行くか。かかってこいよ。行くぞ。さて、楽しくなってきた。よし、砕けろ。行け、我慢。それじゃ、おしまいにしようか。よし、やるか。行くぞ。よし、収束、発散、術式判定、赤。いい動きだな。まあ最強だからね。ダメージ受けすぎて術式途切れた。くっそ、頭回んねえ。シグロ、大丈夫か。逃げろっつったろ。てかお前、素手で立ち向かうって言ってる場合か。今帰ったら夢見悪いだろ。それにな、人を助けろ。こっちはこっちでめんどくせえ呪いがかかってんだわ。ダメだ、お前がいくら強くても呪いは呪いでしか払えない。今あの二人抱えて逃げられるのはお前だけだ。さっさとしろ。このままだと全員死ぬぞ。呪力のねえお前がいても意味ねえんだよ。呪いでしか。食ってどうすんだ？うまいのか？バカ言うな。より強い呪力を得るためだ。危ないからさっさと渡せ。なんだ、あるじゃん、全員助かる方法。俺に呪力があればいいんだろ。バカ、やめろ。両面宿儺の指、特級呪物だぞ。猛毒だ、確実に死ぬ。だが万が一、万が一。あの呪霊を一撃で。
最悪だ。最悪の万が一が出た。やはり光は生で感じるに限るな。呪霊の肉などつまらん。人は、女はどこだ。特級呪物が受肉しやがった。ほう、いい時代になったものだな。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい、お札だ。え、誰だか知らねえけど、人の体で何してんだよ。返せ。お前、なんで動ける。この体はすでに俺の。いや、俺の体だし。いいからさっさと返せよ。ん、抑え込まれる。ナフシグロ、これってどういう。動くな。お前はもう人間じゃない。呪術規定に基づき、虎杖悠仁、お前を呪いとして払う。行くぞ。お前を呪いとして払う。いや、なんともねえって。それより俺も伏黒もボロボロじゃん。早く病院行こうぜ。今喋ってんのが呪物か虎杖かもこっちは分かんねえんだよ。くそ、どうしたらいい。今どういう状況。五条先生、どうしてここに。来る気なかったんだけどさ、さすがに特級呪物が行方不明となると上がうるさくてね。眼光がてら長谷参じたってわけで。見つかった。ごめん、それ俺食べちゃった。マジマジ。本当だ、混じってるよ。ウケる。体に異常は。お、別に。スクナと変われるかい。スクナ、君が食った呪いだよ。ああ、うん、多分できるけど。じゃあ10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。でも。大丈夫、僕最強だから。めぐみ、これ持ってて。これは仙台名物のお菓子。この人、土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。土産じゃない、僕が帰りの新幹線で食べるんだ。入れ替わった。僕のおすすめはね、ずんだ生クリーム味。それでね。先生、後ろ。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。少し遊んでやる。くそ、めんどくせえ。手加減はしてあげるよ。行くか。やるか。やるか。さて、楽しくなってきた。あはっ。どけ。いいぞ。お、ほれ、どうした。やっちゃっていいの。行くか。やるか。やるか。よーい、そっと。砕けろ。行け、我慢。手加減はしてあげるよ。よし、やるか。
行くぞ。よし。そう焦るな。いい動きだな。頼んだぞ、玉剣。はい、今がチャンスだよ。行くか。やるか。やるか。よし。収束、発散、術式判定、赤。どうした、終わりか。まあ最強だからね。まったく、いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は。だからどうという話でもないが、789、そろそろ10秒だけど。くっ、まただ。乗っ取れない。この虎取とかいうこと、一体何者だ。お、大丈夫だった。驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせえんだよな、あいつの声がする。それで済んでるのが奇跡だよ。んじゃ、また後でね。お、気絶させてどうするんですか。これで目覚めた時、宿儺に体を奪われていなかったら、彼には器の可能性がある。さて、ここでクエスチョン。彼をどうするべきかな。仮に器だとしても、呪術規定にのっとれば虎取は処刑対象です。でも死なせたくありません。市場？市場です。なんとかしてください。可愛い生徒の頼みだ、任せなさい。てなわけで改めて、君死刑ね。階層と展開が合ってねえんだけど。いやいや、頑張ったんだよ。死刑は死刑でも執行猶予がついた。執行猶予、今すぐじゃねえってことか。そう、一から説明するね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本。うちではそのうち6本を保有してる。20本？ああ、手足で。いや、宿儺は腕が4本あるんだ。そしてよく見ててね。見ての通り、これは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。日に日に呪いは強まってるし、現存の呪術師じゃ封印が追いついてない。そこで君だ。君が死ねば中の呪いも死ぬ。うちの老人どもは臆病でね、今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。でもそんなのもったいないでしょ。宿儺に耐えうる器なんて今後生まれてくる保証はない。だからこう提言した。どうせ殺すなら、全ての宿儺を取り込ませてから殺せばいい。上は了承したよ。君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。亡くなったのは？じいちゃん。でも親みたいなもんかな。すまないね、そんな時に。で、どうするか決まった？こういうさ、呪いの被害って結構あんの？今回はかなり特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったらザラにあるかな。呪いに遭遇して普通に死ねたら御の字。
ぐちゃぐちゃにされても死体が見つかればまだマシってもんだ。スクナの捜索をするとなれば凄惨な現場を見ることもあるだろうし、君がそうならないとは言ってあげられない。まあ好きな地獄を選んでよ。スクナが全部消えればさ、呪いで苦しむ人も少しは減るかな。もちろん。あの指まだある？あるよ。はい。改めて見ると気色悪いな。さて2本目、10分の1か。どうなる？マッツ笑えてくるわ。確定だね。肉体の体勢だけじゃない、少ない相手に難なく自我を保てる千年生まれてこなかった逸材。覚悟はできたってことでいいのかな？全然。なんで俺が死刑なんだって思ってるよ。でも呪いはほっとけねえ。本当にめんどくせえ遺言だよ。スクナは全部食ってやる。あとは知らん。てめえの死に様はもう決まってんだわ。いいね。君みたいのは嫌いじゃない。楽しい地獄になりそうだ。今日中に荷物まとめておいで。荷物まとめるってどこ行くの？東京。伏黒元気そうじゃん。そんなわけねえだろ。全身痛くてしょうがねえ。お前はこれから俺と同じ呪術師の学校に転入するんだ。東京都立呪術高等専門学校。ちなみに1年生は君で3人目。クナ！早くしなさい。置いてくわよ。東京都立呪術高等専門学校。日本に2校しかない呪術教育機関の1校。表向きには私立の宗教系学校とされている。多くの呪術師が卒業後もここを起点に活動しており、教育のみならず任務の斡旋、サポートも行っている呪術界の要。すげえ山ん中だな。ここ本当に東京？東京も郊外はこんなもんよ。伏黒は？術師の治療を受けて今はぐっすりさ。とりあえずユージはこれから学長と面談ね。下手打つと入学拒否られるから気張ってね。そしたら俺即死刑？なんだ、貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。あ、てめえ。悪い先生、たまに出てくんだ。愉快な体になったね。貴様には借りがあるからな。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。スクナに狙われるなんて光栄だね。やっぱこいつ有名なの？両面スクナは腕が4本、顔が2つある仮想の鬼神。だがそいつは実在した人間だよ。1000年以上前の話だけどね。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。スクナの名を冠し、死後呪物として時代を渡る城さえ僕らは消し去ることができなかった。まごうことなき呪いの王だ。先生とどっちが強い？そうだね。力を全て取り戻したスクナならちょっとしんどいかな。負けちゃう？勝つさ。遅いぞ、サトル。8分遅刻だ。攻めるほどでもない遅刻をするくせ、直せと言ったはずだぞ。
おっさんが可愛いを作っている。責めるほどじゃないなら責めないでくださいよ。どうせ人形作ってんだからいいでしょ。8分くらい。この人が矢賀正道学長だ。その子が板取雄二です。よろしくお願いします。君はこの呪術高専に何しに来た。呪術を習いに。その先の話だ。呪いを学び、呪いを払う術を身につけ、その先に何を求める。何っていうか、スクナの指回収するんすよ。ほっとくと危ないんで。なぜ。事件、事故、病気、君の知らない人間が日々死んでいくのは当たり前のことだ。それが呪いの被害となると感化できないというわけか。そういう遺言なんでね。細かいことはどうでもいいっす。俺はとにかく人を助けたい。遺言？つまり君は他人の指図で呪いに立ち向かうと。不合格だ。人形じゃなかったのか。呪骸、人形だよ。私の呪いがこもっているがね。九死にこそ人間の本音は出るものだ。納得のいく答えが聞けるまで攻撃は続くぞ。つうかそもそも他人じゃなくて家族の遺言だっつうの。家族も他人の牛だろう。まあまあやりそうだな。行くか。やるか。行くぞ。さて楽しくなってきた。うわあ！行け。我慢。手加減はしてあげるよ。よし。かかってこいよ。行くぞ。よーい、そっか。こいつ相手ぞ。どけ。手加減はしてあげるよ。よし。やるか。行くぞ。いける。これで様子見だな。いい動きだな。まあ最強だからね。呪術師は常に死と隣り合わせ。自分の死だけではない。呪いに殺された人を横目に呪いの肉を切り裂かねばならんこともある。不快な仕事だ。ある程度のイカれ具合と高いモチベーションは不可欠だ。それを他人に言われたから笑わせるな。まだ死刑を先延ばすためだと言われた方が納得がいく。ざけんな。俺は。君は自分が呪いに殺された時もそうやって祖父のせいにするのか。あんた嫌なこと言うな。気づきを与えるのが教育だ。俺は別に。死に際の心のありようを想像するのは難しい。だがこれだけは断言できる。今のままだと大好きな祖父を呪うことになるかもしれんぞ。呪術師に悔いのない死などない。今一度問う。君はなぜ呪術高専に来た。
運動も喧嘩も昔から人並み以上にできた。でもそれを一度だって俺にしかできないって思ったことはない。スクナを食う、それは俺にしかできないんだって。死刑から逃げられたとして、この使命からも逃げたらさ、飯食って風呂入って漫画読んで、ふと気持ちが途切れた時、ああ今スクナのせいで人が死んでるかもなってへこんで、俺には関係ねえ、俺のせいじゃねえって自分に言い聞かせるのか。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。サトル、寮を案内してやれ。それから諸々のセキュリティの説明もな。合格だ。ようこそ呪術高専へ。ここがユージの部屋ね。とりあえず好きに使っていいよ。おお、広い広い。 2,3 年は今出払ってるけど、ま、すぐ会えると思うよ。人数少ないし。でも別にユージが戦う必要なくない？スクナの指は僕やフチグロが取ってくるから、君はここで待ってればいいじゃん。いい、やるったらやる。ぐーたらしてる俺にボロボロのフチグロが指届ける絵面はウケるけどな。確かに。ま、君が戦わないなんてことはありえないんだけどね。あ、試したな。そんな簡単に見つかるならとっくに全部見つけてるっちゅう話。気配が大きすぎるもの、息を潜めているもの、すでに呪霊に取り込まれているもの、探すということに関してこれほど面倒なものもない。でも今は君がいる。君の中のスクナが力を取り戻すために指の在りかを教えてくれる。君は器であると同時にレーダーでもあるわけだ。だから現場にいないと始まらない。そんな親切かこいつ。そこはウィンウィンの関係が築けると思う。隣かよ。空室なんていくらでもあったでしょ。だって賑やかな方がいいでしょ。お、フシグロ、今度こそ元気そうだな。授業と任務で十分です。ま、いいっしょ。それより明日はお出かけだよ。3人目の1年生を迎えに行きます。盛岡までですでに4時間。ようやくあのクソ田舎ともおさらばね。午後には東京か。スカウトとかされたらどうしよう。